オリンピックボランティアとは国際オリンピック委員会が開催する近代オリンピックの運営などを行うボランティアである。近代オリンピック第1回目となる1896年アテネオリンピックから第11回の1936年ベルリンオリンピックまで大会運営は兵役とボーイスカウトによって支えられていた。その後、 第二次世界大戦後に開催された1948年ロンドンオリンピックから一般の希望者がボランティアとして参加できるようになり、1992年バルセロナオリンピックのオフィシャルレポートの中でオリンピックボランティアという言葉が正式に定義づけられた。参加人数は概ね増加傾向にあり、1984年ロサンゼルスオリンピックで 約2.8万人だったボランティアは2004年アテネオリンピックでは約4.5万人2012年ドンドンオリンピックでは約7万人以上2016年リオデジャネイロオリンピックでは5万人が参加したが一部はボランティア自体者も多かったなお東京2020オリンピックパラリンピックでは11万人に上るボランティアが活躍する予定である 様々な国からのボランティア参加者がいるため、英語もしくは開催国の公用語については日常、会話レベルの語学力は必要とされる。ただし、コミュニケーション、語学サービス、広報、観客案内などには、特定の言語についての高い語学力が必要とされることもある。2012年ロンドンオリンピックで、共通研修で使用されたワークブックなど、ありがとうございます。